吉田さん、狭間寛平さんの R34 拝見しました。まあその他 NSX ですか、あれもなんかね持ってるみたいですね。まあ車があるからすごいということだけではなくって、やっぱり70を過ぎてね、ああいう風な人生を送れるってことは、それまでどう過ごしてきたかっていうことなんですよね、きっとね。で、それがまたまあ一つの輝きというか実績というか、まあ狭間寛平さんの人生を際立たせているかなと。狭間寛平さんが芸能人で目立つから車を持っていてすごいなとかね、まあそれ当たり前だろうみたいなことではなくって、仮にあれが無名な人であっても、あの70を過ぎてね、あの R34 をあのコンプリートの形で持っているってこと、その他まあ暮らしぶりですよね、あれがなんかね人生をすごく思わせるなというふうに感じるんですよね。で、結局それだけのことをしてきたから、そういうふうな人生を送れると、うん、だからちょっと想像すると70過ぎたらね、あとはなんかこう貯金を切り崩してやっていって、本当に心細くって振り返った人生は、まあ、後悔が多くてね、なんでこんななっちゃったんだろうとか思うのかもしれませんけども、狭間寛平さんは今からでもね何か新しいことに挑戦しそうですよね、うん、やっぱりこう人生を豊かに送ろうと思うと、お金が必要なのは当たり前なんですけども、お金を稼ごうと思ったらやっぱりその道でくじけずに超え続けないといけないのかなと。狭間寛平さんの場合はやっぱりすごいですよね。あのお笑いの世界でいろんな方とこう過ごしてきて、まあ、勝ち抜いてきたといいますか、生き残り続けてきたというところが、あの今の姿に全部反映されてるんで、だから人生をね垣間見るというか、どんな最終コーナーを回ってるか、まあ人生第4コーナーを回って、あとは直線でゴールに行くわけですけども、そこをねもう思い切って伸び伸びと一歩一歩高く踏みしめながら行くのか、それとも第4コーナー回ってヘトヘトでゴールに向かっていくのか、いろいろ思うところがありましたね。なんかその人の人生ってね、まあ吉谷さんのお父さんも重なるところがありますけども、まあいろいろあったけども、それだけのことをしてきた、感じさせてきた、見してきたから、まあ親父になんか車でも買ったらないけんなみたいに思ったんですよね、きっとね。なんかね、もしかしたら吉谷さんは卓球の卓の字までつけられて、物心ついて卓球ばっかりさせられて、何なんだよこの親父はよとか思ったかもしれないですけども、いろいろある中で、ああこういうことだったんかとか、気づくことがあったり、あこれが親父の悔しさだったのかなとかね、想像することがあったりとか、やっぱりこう愛おしさっていうのがあるのかなと思うんですよ。もう私のね父親ね、まあ、最近腰がどうも痛くって、でその影響で足があんまり上がらなくなってきたんですよ。で足があんまり上がらないから、小さな段差につまずきやすくなってるんですよね、まあ、そうなると気がつかないうちに足を上げたと思ったら上がってなくって、ほんの小さなね家の中の段差とか、まあ、近所の縁石とかでつまずいて転んで転倒、手をついて骨折、そのまま骨折をこじらせるみたいなね、で寝たきりが始まったりとかもあるらしいんですよ。でそういうの知ってるから今すごく慎重に歩いていたりとかねするんですけども、動きが遅くなりましたよ。でなんかね、まあ親父情けねえなとか思う反面、まあこれも多分息子たちをね、家族を守ってきたダメージが少しずつ蓄積してこうなったのかなと思ったら、なんか妙にね、まあ、自分のせいのような気もしてきてね、昨日だからね、まあ、私買ったセルシオに乗りたいって言うんで、ちょっとね一緒に乗って、まあ、30分ほどぐるっと回ったんですよ。でかつてそのうちの父がね通っていた、長年勤めていた、まあ、製鉄所があるんですけども、製鉄所の周りをぐるぐるっと回ったら、その会社はもうすでに他の会社に変わっててね、で懐かしそうに、ここは
ああだったこうだったとかね、あああの店もなくなったんだみたいな、街の変化に気づきながら回ったんですよね。長年勤めていた当たり前のように出入りしてた職場が今は自分をお呼びでない場所に変わっていってね、で街の様相もまあ20年30年と経てば当然変わるじゃないですか。でそういったのを見ながら、なんか懐かしいようなね、寂しいようなね、人生の終わりを感じているそうですよ。来年はこの風景の中に自分はいるんだろうかとかね、再来年はどうだろうかとか、なんかね思うところ多いですね。なんか時間は限りがあるんで、本当にね、今30代40代で一つのことを諦めてもまたのんびりマイペースでいいやと思っていて、時間がねいくらでもあるように錯覚してますけども、ないですからね。今片付けとかないと、特に金の問題ごときは今片付けとかないと一体いつやるんだって話ですよ。やっぱ苦しいと思いますよ。30代でできなかったことを40代で挽回するっていうのはほぼ無理ですよ。40代で先延ばししたことを50代で片付ける、まあ、無理ですよ。私はね、自分自身でそう思います。たまたま私はうまくいった、でも通常はこんなことはないんだというふうに思いますね。だからこそせっかく始めたんだったら歯を食いしばって、まだ人生の中で一番若いとされている一番可能性の高い今日挑戦してもらいたいなと思いますね。諦めるのはもっともっと先でいいわけですよ。いってらっしゃい。